2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。本日は女子野球の東西オールスターゲームに密着します。女子野球の夢の祭典になります。11月の25日26日2日間にわたって東西オールスターゲームが行われました。そして翔平はゲスト参戦させていただきました。結果はご覧のようになっております。中学生対ね高校生の選抜チームの試合があったりと大盛り上がりでした。東西対抗オールスター以外ではエイジック対バウラリ選抜の試合が行われました。そして球場に入る前に声が今日いただきました。はじめまして、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 めちゃめちゃいいバッティングですね。はいどうも、シェイティブです。よろしくお願いします。というわけで本日は宇都宮清原球場に来ております。今回は女子野球の取材ということで、今日は中学と高校の選抜同士戦うという試合と、午後にクラブチームや大学の選抜の人たちが集まって東西対抗戦ということで、東と西で選抜を決めてそこで試合をするっていうところで、僕らがスタジアム DJ のお仕事をいただきまして今回は来ております。めちゃくちゃ重要じゃん。すごく重要なんですよ。で今回もう一方、スタジアム DJ の方いるんですけど、僕は、球場の周り、スタンドとか、ベンチの中とかグラウンドの中とか、たくさんマイクを持って走り回ってたくさんインタビューするという役をもらいまして、応援している方々にお話をさせてもらってインタビューをして、この試合が終わったこう切り替えの時間に、あれか、じゃあプロ野球のイニング間の、あ、そう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 、あのそら西武もさ、よく英語ペラペラな人が喋り言ってるけど、うんうん、そうです、僕日本語ペラペラなんで当たり目で、そこはちょっとちょっと待って、ちょっと待って、期待していただいて、はい、結構知り合いの方が多くて、さっきもね、お声掛けいただいて、そう、さっきもインスタのフォロワーさんのお話をしたりとか、青春フューチャーの親御さんもいらっしゃったのでお話をさせていただいたりとか、なんなら真横にいるから、カメラ受けてもらった、いただいて、はいはい、なかなかまあ取材来てないですけどね、機会あったらまた青春フューチャーさんに来たいと思っているんですけど、まあ、僕のスタジアム DJ のシーンとかもぜひ見ていただいて、あ、すいません、ちなみにこちらインスタ、ツイッターなどで、あ、X かなので告知したんですけど、でこういうあれになっちゃったんで別で撮るんじゃない結構そのお話もされまして、結構いろいろお話お祝いいただいてありがとうございます。その報告をして翌日の撮影なんですけど、2時間半かかりました。今日25日、11月25日なんですけど、25日、26日で、開催なので、連日、私は参加ということで、この大会を、盛り上げていきたいと思います。まあね、シーズン最終戦みたいなもんなのかな、一応。そうですね、一応今日まで、あ、明日までか、一応たくさんの方々いますので、はい、ちょっと盛り上げていきます。それではいきます。おっ、実際球場どうですか。球場なんかすごくね、なんかプロがやってんじゃないかっていう思いが、やってるやってんの、地方開催、巨人とかパリーグとかが地方開催してるはず。マジか、すごいな。お客さんもね、チラチラ、まあ2時から試合始まるんで、いらっしゃいます。はい、マスニなんかもう球場の感じが神宮、そうだ、いやすごいグラウンドが、このなんだろう、外野のこの芝の上もさらにさ、そんなこういう人いるんかっていう。はい、というわけで、最初来てもらいました。ちょっと自己紹介の方お願いします。はい、淡路ブレイブオーシャンズ背番号6番星川あかりです。お願いします。同じく淡路ブレイブオーシャンズ背番号26番泉幸奈です。よろしくお願いします。お願いします。同じく淡路ブレイブオーシャンズ大向井真央です。背番号18番です。よろしくお願いします。お願いします。もう4年ぶりぐらいですよね、はい、多分直接多分お話ししたことはなかった、はい、
わりました。ありました。左の。はい。今日いない。いないです。いないの。なるほど。今日はあの東西オールスターということで、本日の試合の意気込みを聞かせてください。じゃあ、星川さんから。はい。昨年は、青字で開催されて3連勝という形で終われたので、まあ、今年も、まあ、まずは今日一戦勝って、勝ち越せるように頑張りたいと思います。はい、はい、同じく勝つことにはこだわっていきたいと思うのと、あと私の持ち味のバッティングをあの皆さんにお見せできたらなと思うので頑張ります。頑張ってください。こういった機会に選ばれるのは初めてなんですけど、すごい選手がたくさんいるので勉強もしつつ全力で野球を楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。一組目終わりましたけど3連勝してるって今日ね、びっくりでしょ。今日ね、今日1試合で明日2試合あるんですよ。はいはい、まあ、合計3試合、そう、3試合あるんで。関東選抜に知ってる方がいましたので、インタビューします。亀谷さんです。亀谷です。今年の、まあ、もう年末近いじゃないですか、はい、結果的にはどうでした今年の大会とか。よくできた試合もあれば、まあ、納得いかない試合もあって、まあ、反省だらけですけど、来年に投げていけたらいいかなと。キレダスの社員ということで、はい、保育士からキレダスの社員ですから、人生何があるか分かんないってことで、今どうですか、仕事楽しいですか。楽しいです。キレダスチャンネルのカメちゃんってことでやってるんで、はい、僕もめっちゃ使ってるよね、かなりね、うん、結構飛ぶようになりました。アスリート、アスリートも平気でできるんですか。動画撮ります。はい、去年のトドマリンの試合135出したんですよ。それまで片通で全然投げてなくて100いくかいかないぐらいだ、でも、マウンド上がった直後切り出すマジックかかって、そう、切り出すマジック全然もう全部上行く、低め狙っても全部もうそこでドンゾゾで切り出すマジックっていうそうでも球速と気にしながら135とか出して、すごいやべえなと、切り出すやばいなと。あとはそれを隠れる、そうなんですよ。だからじゃあ今日の意気込みをお願いします。今日、無事に3アウト取ってベンチ帰ってこれるように頑張ります。よし、じゃあね、柴さんもいらっしゃるってことで、はいはい、柴さんもなんか余裕があればあれ投げますって言ったら、あれ見たいっすね、あれ見たいっすね。俺もやられたんでめっちゃやられたんで、ね、やられたんで、はい、期待します。はい、今日もありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。はい、お願いします。行きます。今カメちゃんやったんですけど、千葉さん、はい、では千葉さんにいただきました。こんにちは。侍の、スーパーピッチャー千葉さんです。お願いします。選抜に選ばれたことってあるんですか。ないです。初めてですか。はい、軟式で30年ぐらい前に、はい、選ばれたことあります。30年前です。マジですか。なんか選手とかやっぱね、若いし、そうですね、プロ球団もあるし、そうですね。これは千葉さんのあのボールをちょっと見たいファンが多いんじゃないでしょうか。まあ投げる余裕があればと思ってます。じゃあ、期待します、はい、プレッシャー与えてるわけじゃないですけどね、はい、あの楽しく投げたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、いいね、いいね、いいね。最高、最高。こんにちは。お願いします。早稲学高校知らないっすよね。早稲学高校知ってますよ。知ってますよ。知ってますよ。はじめまして。今度取材会して対決しよう。対決お願いします。さあ、お次ブルーのジャージを誰がいい？誰がいい？はい、いいよ、いいよ。じゃあ自己紹介。名
高校根本ひなさん、巨人ファン巨人ファン、嬉しいです。嬉しいです。僕もなんですよ。応援しましょう。今日お願いします。青少フューチャー。木村沙耶さん。さっきキャッチャーやってたね。見たよ。頑張ってください。応援してます。影山芽衣さん。1試合目センターを終わってました。なんかすごく珍しいグローブを持ってる。誰から持ったっけ？加藤優さん。僕も面識ありますけど、今日はこの試合見て勉強して高校行ってもらいましょう。ありがとうございます。さあそれでは、こちらの女の子お話聞いてみたいと思います。今日はどこから来られましたか。栃木県の宇都宮市。誰を目当てに来ました？私ですか。嘘。ありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。本日女子野球の試合なんですけど、大人のお姉さんたちが素晴らしいプレーを見せてくれると思いますので、中学生の、あ、ごめん、お名前聞いてなかった。ルカちゃん、お姉さんたちのプレーを見て何か勉強になるのがあればしっかりと吸収して、残りの中学生活、高校、大学、もし野球を続けるのであれば頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございました。というわけで、花間葵の3人に来てもらいました。紹介お願いします。花前背番号18番山田優里です。花前背番号3番豊田京香です。花前背番号46番杉崎遥です。お願いします。本日足に巻く大会だと思うんですけど、意気込みの方をお願いします。はい、初めてこの大会に出場するので、まあ、ヒット1本は打てたらいいなと思います。よし。ピッチャーじゃないですか。今回野手で選ばれます。なるほど。普段やらないような人たちと一緒に野球ができるんで。知らないよ。頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。すごい人たちと野球一緒にできるので、吸収できるところは吸収して、自分もいいプレーできるように頑張ります。ありがとうございます。これ、少年 TV で出るのでよかったら見てください。はい、お願いします。頑張ってください。ありがとうございました。平成国際大学野球部の名前よろしいですか？久保夏樹さん。はい、元女子プロということで来てますけど、ピッチャーですよね。めちゃめちゃいい球投げるんですよ。ジャイアンツ？ジャイアンツ。それ知ってますよ。はい、どのような活躍をしたいですか？意気込みみたいな。はい、まあ、自分の持ってる力を出し切って全力で楽しみたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございました。次回、旧女子プロ野球の旗元でプレーした88歳である阿部茂恵さんが始球式に登場します。足を上げる綺麗なフォームを披露してくれました。いざ始球式のマウンドへ向かいます。一体どんなボールを見せてくれるのか、素晴らしい投球は次回動画をご覧ください。コメントグッドボタンよろしくお願いします。それでは。
さあ翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。